N1 は、ホンダ技研工業が生産、販売する、トールワゴン、セミトールワゴン型の軽自動車である。N1 は2011年12月に発売した N、ボックスから展開を開始した、軽自動車シリーズ、N シリーズの第3弾として、2012年11月に登場。ZEST の後継者でもある。ホンダ初の市販軽乗用車、N360 をモチーフに、 人のためのスペースは最大に、メカニズムは最小に、の基本思想である、MM 思想を受け継ぎ、新しいベーシックカーの創造を目指して開発された。LPL は、NBOX と同様に、浅木康明が務め、生産もこれら、同様、三重県にある鈴鹿製作所が担当する。2011年に開催された第42回、東京モーターショーに、 N コンセプト4として出展されたモデルの市販モデルである。全高は 1550mm を超え、N ボックスやライフなどと同じ軽トールワゴンに分類されるが、これらの車種に比べて全高が低くなっており、個性と先進性を表現したハッチバック風のスタイルとなっている。また、2015年には、かつての軽セミトールワゴン規格にあたる低全高モデルが追加された。 N シリーズの関連商品を扱う N ストアでは N1 の実物大と1、9サイズのペーパークラフトを公開している。エンジンやトランスミッションは N ボックスと同じく S07A 型エンジンと CVT を採用している。アイドリングストップシステムも搭載し、駆動方式を問わず平成27年度燃費基準プラス20%をターボ FF 車は 平成27年度燃費基準プラス10%をターボ 4WD 車は平成27年度燃費基準をそれぞれ達成している。エンジンは N ボックスと形式やスペック上の変化はないが燃焼室周辺の冷却効率向上により添加時期を進めたほか、クランク軸、カムジャーナルサイレントチェーン背面の鏡面仕上げなどによるフリクション低減などの改良で、 エンジン単体での燃費も向上させている。また、急ブレーキ時にハザードランプを自動的に高速点滅させて、後続車に注意を促すエマージェンシーストップシグナルを軽自動車としては、初めて全タイプに標準装備するとともに、N ボックス同様、別車と発車も全タイプに標準装備している。コンセプトカー、N コンセプト4初代モデルの販売終了から約7ヶ月。 立った後の11月に発売8年目にして初めてフルモデルチェンジされた。初代モデルの鋼鉄製部分のパネルを流用して外観を引き継ぎながらバンパーやグリルを垂直に立てつつバンパー下部の造形が変更されリアは左右のバンパーコーナーに向かって水平に広がるラインに横長のリフレクターが配された。また前行は FF 車は初代モデルのローダウンや RS と同じ高さとなる 1540mm に統一され、4WD 車は初代モデルよりも 60mm 低くなった。このため、2代目からは事実上、投射しそのものが、軽セミトールワゴンにカテゴライズされることとなった。LPL は2代目 N ボックスの改良型の LPL も務めた、宮本渡る。エンジンは、S07B 型に換装。 スペックは、初代モデルの s A 7 a 型とほぼ同じだが、WLTC モードによる燃料消費率及び排出ガスに対応し、平成三十年排出ガス基準七十五パーセント低減レベル認定を取得した。トランスミッションは CVT に加え、六 m t を設定。s 六百六十同様に、ギアレシオをクロスレシオ化されており、クラッチには s 六百六十同様に、 大トルク対応系を採用しているが、操作荷重を変更するなどのチューニングがされたほか、クラッチペダルの急操作の際に、クラッチ継ぎ後速度を低下させて、エンジントルクの急激な伝達を回避する、ピークトルクリミッターやダンパー機構により、クラッチペダルに伝わる振動を軽減する、クラッチダンパーが採用された。また、シフトノブは、N360 同様にインパネに配置され、 S2000 ベースの専用デザインとしている。初代モデルでは2014年5月のマイナーモデルチェンジから装備されている安全装備については、2代目モデルでは安全運転支援システム、ホンダセンシングに強化された。2代目 L1 では衝突軽減ブレーキ、歩行者事故低減ステアリング、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能、路外逸脱抑制機能、ACC、 ルコス、オートハイビームで構成されており、ACC トルコスは、軽自動車の 6MT 車では初めて装備される。CVT 車はこれらの機能、装備に誤発進抑制機能と、後方誤発進抑制機能が追加され、ACC が、渋滞追従機能負となる。また、2代目の WGN に採用された、パーキングセンサーシステム、オートブレーキホールド機能、電子制御、 パーキングブレーキが装備されたほか、鉱石ドアの開閉履歴をもとに、荷物の置き忘れや、乗員の存在を、マルチインフォーメーションディスプレイの表示等とで知らせる、リアシートリマインダーを、軽自動車で初めて装備された。コンセプトカー、無限 N、ワンレーシングコンセプト N ボックスと同様に、N は、ホンダ初の本格的、量産4輪モデルである、N360 の、 n をモチーフにしている。また new, next, 日本、乗り物のそれぞれの頭文字も含め、これからの新しい日本の乗り物を想像するという意味合いも込められている。n と1の間にはマイナスが入っている。発売当時 n ボックスにはハイフンが入っていなかったが、2013年12月のマイナーチェンジに伴って、ハイフンが入り、n1、nwgn、 N ボックスとシリーズ内での社名表記が統一された。ホンダでは2014年より N1 によるワンメイクレース N1 オーナー S カップを運営している。トヨタのネッツカップビッツレースなどと同様のナンバー付き車両によるレースで市販モデルの車両にロールケージ4点式、シートベルトなどのレース用装備を装着することで参戦が可能となっている。初年度の2014年は 鈴鹿サーキットツインリンク、モテギなど、全国7サーキットを転戦する形で、全10戦が行われた。新型軽乗用車、N1 を発売、ホンダ技研工業、https コロンスラッシュスラッシュ www.honda.co.jp スラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ 4121101-n-one.html ありがとうございます。